スコッチテープは 3M が生産する間、圧ツ着テープのブランド名であり、スコッチブランドの一部である。スコッチブランドの製品としては他に録音用の磁気テープがあった。スコッチブランドの昔のパッケージメンディングテープ用のテープカッター1920年代に、リチャード・ガーリー・ドルーによって、当時の新素材であったセロファンの封をするために開発されたものが、 現在のスコッチテープの原型になった。スコッチテープは商標でありブランド名でもあるが一般名称として使われることもある。スコッチブランドのテープには色や構成素材において多種多様な製品がある。1920年代当時、スコッチテープという名称の中に含まれるスコッチという言葉はケチンボを意味する悪口として使われていた。スコッチというブランド名は 1925年頃にリチャード・ガーリー・ドルーがマスキングテープに必要な接着剤の量をテストしていた際に使用したマスキングテープのサンプルの出来にイライラした自動車の塗装工がテープの接着剤の量に対して不満を言ったことに由来する。そしてその名前が 3M のテープ製品全体で使われることとなった。スコッティ・マクテイップはキルトを着たキャラクターであり、 1944年の登場後20年にわたってブランドのマスコットとして使われた。ウォレスタータンのデザインが使われ出したのは1945年のことであった。またアメリカではスコッチマジックテープは 3M の商標である。スコッチガード、スコッチライト、スコッチブライトなどブランド名の頭にスコッチを使う以外にも1990年代までは オーディオ用磁気テープの製品名として使っていた。1997年には磁気テープからは撤退して、またクアンテジへの売却を行った。マジックテープは 3M 製の粘着テープのブランドであり、格子模様の包装が特徴的である。マジックテープは1961年に発明され、同年に販売が開始された艶消しテープである。巻かれた状態では、 白っぽい見た目であるが紙に貼ると見えなくなる。マジックテープは乾燥や変色に強く貼った上から文字を書くことができ、また接着力が強いタイプなど様々なバラエティがある。プレゼントの放送への使用例が紹介されており、また1997年にはスコッチギフトラップテープが発売された。2018年現在、マジックテープは 日本ではメンファスナーに対するクラレの商標である。代わりにメンディングテープという名前が付けられ、緑と黄色の格子模様の包装がなされている。巻いてあるスコッチブランドのテープを真空中で剥がすと X 線が発生することが1953年にソビエトの科学者によって分かった。また2008年にアメリカの科学者が行った実験によって、 人間の指のレントゲンを取るのに十分なほどの X 線が発生することが分かった。相乗物質にテープを貼り付けて剥がし、テープに残った部分にさらに同様の操作を繰り返すことで炭素の物質を作成する手法が存在し、主にスコッチテープが用いられることからスコッチテープ法と呼ばれている。グラフェンはグラファイトをスコッチテープ法で炭素膜にしたものを基板に、 転写することで作成できる。このようにして得られたグラフェンにおいては、質量ゼロのディラック方程式に基づく、電気伝導性を示すことが知られ、この実証により2010年のノーベル物理学賞が、アンドレ・ガイムとコンスタンチン・ロボセロフに与えられた。スコッチテープ法は、その他の相乗物質にも適用可能であり、二次元性物質の物性研究に広く用いられている。 ありがとうございます。